坊主も走る師走、宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。皆さんこんにちは、中田ジョージです。この番組は金剛先生役の私中田ジョージが毎回アニメ宝石の国のキャストをゲストに迎えてお送りするラジオ番組です。はい、さあ今回ももちろんゲストが来てくださっていますよ。先週はね、お兄さん組っていうか皆川さんと内山さん、ルチルとイエローダイヤモンドが来てくれましたが、今日はどなたがお見えなんでしょうかね。きっとねスタッフはね優秀ですから、旬な方を呼んでいると思います。皆さんハートをドキドキ、間違いなしじゃないかと思います。では、早速ゲストをお呼びしたいと思います。この方です。アンタークチサイト役の伊勢マリアさんです。はい、伊勢マリアです。失礼します。おはよう、アンタークチサイト。おはようございます、金剛先生。いやいやいやね、よろしくお願いします。アンタークチサイト、はい、来ちゃったね。いやもうね、ちょっともうファンの皆さんもね、はい、まあテレビをご覧の皆さんも、はい、もうアンタークチサイトかっこよくて好きだっていう方がいるんだけども、まあ知らないで、はい、この間のオンエアをご覧になった方は、はいはい、阿鼻叫喚。確かにすごい衝撃的ですよね。ねえ、まあやってらしてもね、はい、僕はほらアフレコの時3人だけだったんで、はいはい、だからお二人の智恵ちゃんと、はいはい、ねえ伊勢さんの、はい、あのセリフをこう目を閉じながら聞いてて、はいはい、切なかったっすよ。いや私もねやっぱりアンタークの出番がまああの2話だけということで、うん、まあ一冬のね、うん、あのお話なので、うん、この2話にどれだけのそのフォスにとってのね、こうなんかこう今後もずっとお話の中でずっとフォスはアンタークをこう影のようにずっと追ってしまうじゃない、囚われてしまうじゃないですか。だからどれだけこうトモヨちゃんフォスの中にアンタークを刻み込めるかなっていう、かなりそういうプレッシャーはありましたね。なるほど、うん、僕自身は、うん、マリアちゃんっていうとなんかお姫様の役で共演してたイメージが強いんで、以前、はい、別番組でなんかこういう切なげな、はい、男前な、はい、ボーイッシュな子って初めて聞いたような気がするんだけど、はい、あ、そうですよね、個人的にはこういう役は難しかった、それとも感情的に割と入りやすく掴みやすかった。私としては実は演じやすかったですね。あの声のトーンもそうですし、うん、何よりやっぱアンタークというキャラクターがそのもう原作を読んだ時にもう一番私はこうグッと来てしまって、やっぱ大好きなキャラクターだったので、もう何が何でも演じさせていただけたらという思いでオーディションも受けさせてもらったので、すごいあの入り込みやすかったですね。まあ僕なんかオンエアを拝見してて、まあできることしかいつまで経ってもできないなとか、はいはい、いわゆる名言っぽいやつとかね、はいはい、あって、どのセリフとか一番こう感情移入したいっていうか、これ言ってみたかったなっていうのあった？やっぱり一番最後の、うん、あの先生が寂しくないように冬を頼む、くー泣けるもうあのもう優しい、いい子だ。いや本当に最後の最後までというか、宝石たち全般に言えることなんですけど、彼女彼らってあの自分たちが生きてて楽しいからとかではなくて、誰かが喜ぶからとか誰かのために生きてることが多い気がしてて、アンタークもまさしくそれで、ちゃんと静かにゆっくり眠れるように流氷をあの叩き割ってるし、先生のことをよろしく頼むって言って最後もまあね築地にあんな感じになってしまうので、本当に最後の最後まで自分ではなく自分が思う誰かのために生きてたなと思って、うん、そういうのが分かるからきっと人気あるキャラなんだね。そうですね。で僕は個人的にこうそのアフレコの時とかオンエアを拝見してて、こうやっぱりこうアンタークのこう冬っていうか、はい、シルバーっていうか、はい、冷たく硬質な感じと、うんうんうん、それからトモヨちゃん演じるフォスの、はい、いかにも情的な、はい、こう何とも言えないカラフルな、はい、キャラが二人でやるのが、うんうん、すごくこうより対比が出て、そうですね、なんかコントラストがありましたよね、すごく面白かったし、もうあんたがかっこよかったですよ。ありがとうございます。
です。ねえ、もったいない。またね。そうですね。連れ返してね、なんとかね。ね、なんとか築地からね。また。はい。では、そろそろ番組を始めていきたいと思います。宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。始まります。この番組は宝石の国製作委員会の提供でお送りします。ではでは、ここからはメールを紹介しながら伊勢さんと一緒に宝石の国についてお話をしていきたいと思います。はい、先ほどはね、もうアンタークについていろいろお話を伺ったんですけども、はい、これからはメールをご紹介しながら、できればメールの質問にお答えいただきたいと思います。はい、お願いします。ペンネームウィーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。中田さん、伊勢さん、こんにちは。こんにちは。 こんにちは。毎週ラジオもアニメも楽しませていただいています。7話でずっと楽しみにしていたアンタークの活躍が見れてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。アンタークの声が本当にぴったりで、これからもアニメも漫画もラジオも楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ねえ、アンタークね、本当皆さん期待してたから。そうです ね、公式ホームページの方でもカウントダウンしていただいてて、うん、本当だよね。本当にありがとうございます。最初はあれ何だか分かんなかったけど、私も分かんなかったんですよ。あれを解明したファンの方がいて、はい、その方がこう先にこういうことなんじゃないのとか言うのがあって、あ、本当ですか。で最後の方はあのプロデューサーの店員さんが、はいはい、実はこうだってお話したんで、本当に光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、続いてはペンネームこたつにみかんさんからいただきました。かわいい。冬らしいですね。金剛先生、失礼します。ああ、アニメ宝石の国、ついにアンタークが登場しましたね。原作を見た時は結構きつい子なのかなと思っていたのですが、すごくかわいい声で、例のよろしいですかのシーンのかわいさに思わずキュンときて一気にファンになりました。アンタークはその特殊な性質から冬の担当を受け負っていますが、先生たちは冬や寒さはお得意ですか？私は景色が綺麗なのと、いろいろな楽しいイベントがたくさんあるので、四季の中で冬が一番好きです。冬が一番好きですか。冬をね、なんかこう頭がスキッとする、はい、夏はなんか脳が半分溶けかかってる。そうですね、もう暑さにやられちゃってね、そういう感じは好きなんだけど、はい、やっぱりね、風邪ひくのがね、僕らは確かに喉とか ね、はい、そういうのにちょっと気になりますけど、はい、マリアさんは季節はいつか。私今までずっと夏が好きって言ってたんです、うん、ああ、イメージだよね。だけど今年は冬好きなんですよ、うん。あ、そう。なんかこの寒さ、結構最近寒くなってきたじゃないですか、うん、ね、でも全然なんかこの寒さが嫌じゃなくて、うんうん、私ね、やっぱアンターク効果だと思うんです。これ本当にもう冗談抜きで、アンタークを染み込んだよ、中に入った。やっぱ演じさせてもらったからか、なんかね、すごい冬に愛着が湧いて、うん、あ、なんか今年の冬は楽しく過ごせそうみたいな、うん、だからちょっと本当に感謝してて、ジョージさんはやっぱいかがですか、そのやっぱ中でも。そうだね、昔はね夏とか好きだったけど、うんうん、なんか今はやっぱりこうそんなに海にも行かなくなったし、春とか秋とかね、あ、いいですよね、やっぱり楽な方がいいかな。過ごしやすい季節が ね、 ね、 T シャツ1枚はね、うん、何ヶ月も着てて飽きるんだよね。たまにセーター着たいなとか、おしゃれですからね、ジョージさん。コート着たいなとかね、はいはいはい、そういうのもあるし。なるほど。なるほど。はい、そうか、原作読んでらしたけども、やっぱりアニメを見て声がついた時に一気にファンになった。わあ、嬉しい。ありがたいね。特にあのアンタークってやっぱ見た目もね、ちょっとこう軍人っぽさっていうか、リリスさの方が強いじゃないですか。ねうん、それなのになんか金剛先生の前で。本当だよ、大好きっ子だよね。起きてきて例年のあれ。そう、いいですか。おみたいな、ギュッギュッみたいな、ね、もうあれ可愛いですよね。なでなでしたらね、ニコッとしてるから可愛らしい、可愛らしいですね。ありがとうございました。では続いてのメールをご紹介したいと思います。はい、ペンネームまさよさんからいただきました。ありがとうございます。
金剛先生、ゲストの皆様、失礼します。失礼します。ああ、宝石の国第7話を見ました。冬眠する宝石たちやアンタークシサイトの登場などなど、今回も内容充実で面白ポイント満載でした。あの金剛先生の意外な一面、冬眠スタイルの宝石たちに心がほっこりしました。それから毎年のあれや金剛先生のお休みコールがとても羨ましいです。これからも放送を楽しみにしています、というメールです。ありがとうございました。ありがとうございます、ね、さっきお話した毎年のあれですね。そうですね、はい、あと宝石たちが冬眠するときに白いお衣装を着て寝るじゃないですか、うんね、あれもなんか可愛らしいですよ ね、 本当ね。いつも割と同じような黒い服のことが多いから、うんうんうん、なんかああいう白い寝巻きを着てると一瞬ちょっと衝撃的だよね、うん、なんかちょっと意味あるのかな、なんちゃって、ね、なんかねそういう感じもするよね、はい。それからお休みコール ありましたね、はい、僕はね、あの金剛先生がみんなにお休み良い夢をっていうのがね、はい、また金剛先生らしくて、でみんながね、一応寒くないと思うんだけど、うん、なんか毛布かけてねあれは抱き枕用ってことかな。あ、そうじゃないですかね。あとなんかみんな寝相が悪い子たちも何人かいて、ちょっと恥ずかしいから、ね、足の下にかけたりとか、はいはい、なんかボルツとかはこうなんか寝相が悪すぎて、うん、こう歩き出しちゃうんですって。そしたらアンタークはその布を かぶせて、ね、で金剛先生にもなんかこうゴーンってぶつかって、ね、今の音はなんだ、金剛先生があまりに眠くてぶつかった音だで、金剛先生にも布をかけるとかって。ねえ、本当だよね。あれはね、確か本編にはなくて、はい、4コマの方にあったの。そうですね、原作の一番最後に、ね、アニメのスタッフさんが粋な計らいで、うん、いや嬉しい。で、あれでね、結構面白いとか、うんうん、萌えとか言ってる人も多かったみたいですね、はい、はい、ありがとうございます。では次のメールをいきたいと思います。はい、ジョージさん、失礼します。あ、宝石の国7話見ました。すごく面白かったです。新しい宝石さんはイケメンだなと思って見ていたら、次のシーンで先生にハグ、うん、あんたく可愛すぎました、うん、ありがとうございます。ギャップ萌えがすごいです、うんうん、7話の中でアンタークの低高度から勇気を取ったら何もないってセリフがものすごく印象に残ってます、うん、新社のことを思い浮かべたりしながら、かなり心に刺さるセリフでした、うん、言ってましたね、デコードから勇気を取ったら何もない、ね、はい、なんかこうアフレコを思い出すと、うん、私実はフォス役の友よちゃんと初めましてだったんです、ね、うん、あ、そうだったんだ。初共演だったんですよ、うん、でびっくりして、うん、友よちゃんがもうフォスそのままで、うん、そのもので、うん、役作りでフォスっぽさをこうちゃんとこう出しながらスタジオにいてくれてるのか、もともと持ってる友よちゃんのこう性質っていうかものがすごいフォスに近いのか、うん、お芝居もやっぱりなんて言うんだろう、絶妙じゃないですか、うんうん、あれにも結構感動というかもう衝撃を私はこう受けまして、なのである意味本当になんかあのアンタークができたのは、うん、トモヨちゃんのおかげというか、フォスがトモヨちゃんだったからっていうのも大きかったと思うんですよね。なるほどね、うん、とてもねリアルでね、幅の広い、そうなんですよね、芝居をする方だよね、うん、いやもう大好きです、うん、と僕はね、なんかアンタークのセリフ本当3だよね、コードはね、確かフォスより下だもんね。そうです、はい、それなのに強いよね、頑張ってるよね、みんなのためにね、金剛先生のためですよ。あ、そうか、ありがとうねなんかあの流氷のね、うん、あの音とかも結構すごい制作さんがこだわって、うん、そうな、あ、作ってくださってたんですよね。いいこと言ってくれた。僕今うっかりしてたけど、はい、音響監督の長崎さんからいろいろ話を聞かせていただいてて、はい、この間はねキャスティングの話をして、あ、そうなんですか、うん、指名キャスティングで、はい、しかもあのなんていうのかな、3層に分かれて、はいはいはい、若年層、中年層でお姉さんたちみたいな層に分かれてキャスティングをしたんだっていう、はい、とても興味深い、うんうんうん、お話を伺えて、はい、で、音響とか効果について、今回いい機会なんで、はい、まあ、アンタークも来たんで、はい、冬の話を含めて、はい、ちょっとさせていただきたいなと思うんですけども、ぜひ、はい、
やっぱりこの宝石の国って割とこうもう文明が滅んだ世界だから、割とアナログな音しかない、機械の音とか、あ、なるほど、そういう人工的な音がないわけでしょ、はいはい、だからそういう中でいろんな音を作るのはすごく難しかったんだと思うんだけど、皆さんね、視聴者の方もオンエア見ててお気づきの方が多いんだけど、宝石たちが歩くときは石と石がぶつかる音とか、頭同士がぶつかるときも割と金属同士がぶつかるみたいな音があるんで、それは皆さんお気づきだと思うんだけど、長崎さんによると高価の方がそのキャラによってぶつける合う石を変えてるらしい、うわーすごいな、ね、これポッと聞いても僕にもわからないと思うし、皆様わかりづらいかもしれないけど、お、そうか、キャラによってこの足音もぶつかる音も変えてるんだと思って見ていただくと、細かい、ね、また違った楽しみができるかもしれません。でこの間一応7話で雪の中を歩く音とかあったでしょ、はいはい、そうですね、ああいう雪の音とか流氷の音がやっぱり冬場はメインになってくるそうなんで、はい、今マリアちゃんも言ってたけど、はい、流氷の声とかすごい、流氷がこう擦れる音が、ね、人のこう泣き声みたいな、キャーって叫び声みたいに聞こえて、ね、はい、気持ち悪いよね。擦る音ってなんかこう寒気がするみたいな、あ、そう、黒板をなんか詰め立ててキーやるみたいな、あ、嫌だなっていう、ああいう感じがしたよね、はいはい、確かに、ね、でしかも流氷の声というか流氷が喋ってる、うん、フォスを誘惑する声が、うん、なんかクレジットにはなかったけれども、うん、実はあれ友代ちゃんが声を、ね、やってるんですよね。皆さん知ってましたか、びっくりでしょう。7話の時に、フォスと流氷の声が聞こえてフォスと話すシーンがあるんですけど、うん、あれはね、トモヤちゃんがやったんですよ。そうなんですよ、はい、あれって私の勝手な、まあ、個人的な解釈なんですけど、うん、やっぱり流氷って、うん、その自分自身のこう映し鏡みたいな感じで、なんかフォス の, その内面がこう反映されてるから、うん、自分の声、うん、トモヤちゃんの声だったのかなっていうのもなんか思いましたね、そういう意味でもね、本当に割れる音、はいはい、まあアンタークのアクションシーンもすごくかっこよくて、そうですね、勢いやりました、うん、よかったんだけど、はい、だ割る時の音とかもすごくこだわってらっしゃる、はい、であと音楽もね、まあ、アナログで割と弦とかオーケストラチックな音楽がつくことが多いんですけども、うんうん、あれも普通は音楽は出来上がってきたのをそれをアニメの尺に合わせて、ね、使ったりすることも多いと思うんですけども、今回は絵を見ながらオーケストラに演奏していただいてということで、だから絵ができるまではオーケストラの方に待っていただいて、だから結構ね時間的にもこうできるまで待って、それからその絵を見ながら実際に演奏していただいてるっていうから、よりこうなんていうのかな、マッチしてますよね、マッチしてるってことでね、本当に皆さんもぜひ主題歌エンディング曲、そして劇版の方で耳を傾けていただけたら、はい、より興味深く楽しんでいただけるんじゃないかと思います、はい、そういうことで本日は長崎さんから音響の話も紹介させていただきました。皆さんメール本当にありがとうございました。ではここで一曲、先ほどもお話が出ましたが一曲聴いていただきたいと思います。伊勢さん、曲紹介お願いします。はい、アニメ宝石の国のオープニングテーマ曲です。ゆりかさんで鏡面の波。眠りの手閉じ込められていた熱が水際に漂ったその色、夏が
宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。この番組は中田ジョージと今回のゲスト伊勢マリアがお送りしております。金剛先生の質問箱。このコーナーは宝石の国に関するさまざまな質問を紹介するコーナーです。金剛先生の質問に答えていくんですけどもね、このコーナーは、実はね、原作者の市川先生が直々に答えてくださることもあったり、はい、あ、そうなんですか。先ほどみたいにあの音響監督の長崎さんとか、はいはい、だからいろんなことを聞くと、うん、もしかしたらプロデューサーの竹井さんとか、はい、スタッフの皆さんもね、うんうんうん、答えてくれるかもしれないんで、すごい、そういう質問もぜひ送っていただきたいと思います。はい、では質問の紹介を伊勢さんお願いします。はい、紹介します。ペンネームコードゼロさんからいただきました。ありがとうございます。金剛先生失礼します。お、アニメ綺麗で素敵でいつもドキドキしながら見ています。ありがとう。ところで質問なのですが、オープニングの可愛らしい声のゆりかさん、エンディングの透き通る声の大原ゆい子さんはどんな方なのでしょうか。アフレコに見学とかに来られていてお会いになったりしていたらどんな方か教えてほしいなと思い質問しました。なるほどね。田中です。ててててなんだかよくわからない。いや、わかりましたよ。わかった。わかりました。オープニングだよね、今のはね。はい、今のオープニングでした。はい、僕らはねお会いしたこと実はあるんだけど、はい、2人ともとってもね可愛いんだよね。もうキュートです。若い、はい、若い、歌うまい。歌うまいです、はい、プロなんで、ね、そうか、はい、あのね、なんていうのかな、最初にあの1話を見せていただいた時に、はい、まあ主題歌とエンディング、はい、オープニング聞いた時にはやっぱり、ああ、なるほどなって思いましたね。なんか本当にもう曲自体がこうキラキラ宝石のようになんかこう弾けてきらめいてる感じがすごい表現されて、パパって、そうですね、はい、その通りです。じゃあね、皆さんどんな方かって質問が来たんで、しょうがないから僕の口から説明すんのも難しいから本人呼んじゃおうか。そうですね。そうですか。さすがです、金剛先生。皆さんご本人呼んじゃいましたよ。しかもね、お二方とも。では、早速呼びしたいと思います。宝石の国オープニングテーマ曲、鏡面の波を歌っているゆりかさん、そしてエンディングテーマ曲、きらめく浜辺を歌っている大原ゆい子さんです。どうぞ。イエーイ。どうもどうも、ようこそ。よろしくお願いします。お願いします。ほら、お二人ともこんな声ですよ。こんな声ですよ。こんな声です。どっちかどっちかわかんない。じゃあ改めてご紹介を一人ずつお願いします。はい、宝石の国オープニングテーマ、鏡面の波を歌っていますゆりかです。失礼します。お願いします。はい。はい、宝石の国エンディングテーマを歌わせていただいてます大原ゆい子です。失礼します。聞きました。歌を歌ってますけどね、普段の声はこんな声ですよ。はい、ではここからは4人で、はい、仲良く、よろしくお願いします。お話をしていきたいと思います。お二人ともアニメの方はご覧になってらっしゃいますか。もちろん見てます。どうです。素敵。いや、もう本当に綺麗で、何よりあの宝石たちがこう歩いた後の草の動きとか色合いとか、ね、あの草むらがボザボザボザワってする時とか、はい、波が押し寄せる海とか、はい、CG すげーって感じで、ね、本当に綺麗で毎週楽しく見ております。はい、ちなみに好きな宝石とかってあるんですか。分かってるよね。はい。誰。アンタークです。コンゴって言わないよ。コンゴだって宝石なんだ。私先生が一番好き。あ、やったごめんなさい、なんか無理やりね、無理やりね、アンタークと今後言わせたみたいで、ね、圧をかけてしまいました、ね、あの、あ、本当にお好きな、じゃあ2番目を聞けばいい。そう、2番目は、じゃあ2番目を聞きましょう。いや、でも本当にみんな大好きなんですけど、新車が好きで、新車いいですよね。小原は新車が好き。小松美香子ちゃんね、なんかお顔立ちから見て、はい、なんか新車のコスプレできそう。あ
嬉しい。見たい、確かに見たいです体型がゆりかさんは、はい、私あの二人いて、はい、フォスとモルガナイトが好きなんで、うん、いいですね、いいなんかあの二人のなんかちょっと宝石の、うん、あのなんていうんですかね、ちょっとそのアンタークのちょっと切ない感じとか、うん、いろんな中もあるんですけど、うん、フォスとモルガのあのちょっと親近感が湧く、ちょっと近くにもしかしたらいるかもみたいな、はいはい、あのほんわかする親近感がすごく好き、うん、なるほどね、なるほど、いいですね、うん、そうですか。この鏡面の波ときらめく浜辺ってお二人の曲って初めていただいて、はいはい、うん、例えば宝石の国っていうアニメのオープニングエンディングになるよって聞いた時、はい、実際に曲を聞いた時とか、はい、そのアニメを見ながらその絵に合わせて曲が流れてるのを聞いた時ってどんな印象でした、はい、うん、私はあのエンディングを歌わせていただくっていうのを、うん、あのま、結構前に教えていただいて、うんうん、で原作を先に読ませていただいてたので、 あの本当になんて言うんですかね、神秘的な作品で、自分がどんな風に歌ったらこのアニメに、アニメになった作品に合うんだろうかなっていうのは結構当初は考えていたんですけど、あのエンディングの映像を見たらやっぱりなんかちょっと原作っぽさとそのアニメーションの良さっていうのがすごく合わさっていて、本当に素敵な作品だなっていうふうに思いました。やっぱりあの作品は海がねすぐそばにあって、やっぱり浜辺っていうイメージも確かにあるんで、はいはい、そうですね。あのちなみに普段のその、はい、まあ、歌手アーティスト活動のその優子さんの歌い方と、はい、今回のそのきらめく浜辺のやっぱその宝石の国っぽさを出すにはどうしたらいいんだろうかっておっしゃってたんですけど、はい、ちょっとこう歌い方を変えたりとかもしてたりするんですか？そうですね、あの結構あの人間っぽさよりも本当にこう淡々と歌うってはないんですけど、自分の感情というよりもその本当に感情よりもなんかこうもっとこう淡々な深い歌い方みたいなのはちょっと意識しながら歌わせていただきました。なるほど。なんか私その初めて曲を聴かせていただいた時に、はい、なんかその本当にその宝石たちが歌ってる、なんかもちろんね、ゆいこさんが歌ってるんだけど、なんか宝石たちがみんなでこうなんか歌ってるような感じがして、そのいい意味でその感情をこう激しいっていうよりかはその静かにこう響くみたいな感じをすごい印象を受けたんで、そういう意味では内容にもぴったりみたいな、すごいぴったりだなって。マリアちゃんって歌歌ってるよね。あのちょこちょこ歌わせていただいてもうね、そういう意味では気持ちわかるよね。そうですね、まあ、ね、あの私の場合もキャラクターソングなんでね、キャラクターとしてですけど、どうですかゆりかさん。はい、オープニング私も多分ゆりかさんと同じぐらいのタイミングでオープニングを歌わせていただけるかもってなって原作を買ってその日のうちに読んだんですけど、もう絶対歌いたいってその時にやっぱり思って、でその後あの楽曲を排水のなさの照井義正さんという方がプロデュースされているんですけど、あの本当になんて言うんですかね、最初の冒頭の眠りの手っていうところは、あの宝石たちってバラバラになっても一個に戻るじゃないですか、うんうんうん、でその冒頭はわざとその宝石たちのバラバラ感っていうか、それを出すために言葉では眠りの手なんですけど、眠、ね、りってわざとこう、わざとブツブツにして最後サビで一つに戻るみたいな。なるほど、照井さんさすが。ダダダダでも分かれる音でもあったと。そうですね、それの宝石たちのこのかけても一つに戻るみたいなっていう、こう照井さんとお話をさせていただく機会もレコーディングまでにたくさんあったので、なんか照井さん自身の宝石の国に対するこうリスペクトみたいなのを私は受けて、それを背負ってまた声にしないといけないのでっていうのをやっぱり一番考えて歌わせていただきました。2番からまた変わる感じが、あ、そうですね、また雰囲気も変わったり、ね、だからぜひね、はい、CD を買っていただいて、あ、そうですね、テレビバージョンで流れてるだけじゃなく、はい、後半のそういうアレンジとか、はい、終わり方っていうのも聞いていただけるとより今のお話はそうですね、はい、ありがとうございます。ではお二人は例えばあのオープニングエンディング実際にご自分の歌が、はい、ちゃんと流れながらオープニングとエンディングの映像をご覧になったと思うんですけど、はいはい、オレンジさんの映像どうでした？いやもう本当に何よりあの
オープニングは結構フォスがね最初の方だからこう多く出てるんですけど、なんかもうフォスがすごくてかみんなが生き生きしてるってすごい思って、でもう本当に自分の声に歌に合わせてアニメの始まりますってこう扉を開くオープニングってそういう役割だと思うので、扉を開けていたらいいなって思う喜びと、何よりあのサビの前に宝石の国っていう、こうタイトルがオープニングの映像出るんですけど、それになんかすごく感動しました。あのオープニングにね、はい、やっぱりなんとなく宝石の国のイメージを表してて、はい、うん、すごくいいと思うんだけど、でもこう例えばテレビで見てる時に、はい、いきなりあのイントロの音がポンって鳴るだけで、はい、うん、はい、あ、宝石の国始まるっていう、はい、なんかねもう刷り込まれちゃった。で静かなだけじゃなくてこう弾むような、はい、なんかリズムもあるんで、そういった意味でも僕もなんかもうオープニングと言ったらなんか自然に口ずさんじゃうみたいな、はい、あ、嬉しい。そうなんですよね、一度聞くと、うん、頭から離れないんですよ、うん、口ずさんでしまうっていう、うん、ありがとうございます。大原さんは映像をご覧になってどうでしたか。はいはい、そうですね、やっぱりキラキラしたその本編の後にちょっとこう一旦ダークな世界観がこう始まったなって思ったんですけど、うん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 、なんかこう滑らかにこう映像というか本当にあの手書きのアニメーションの美しさみたいなのが原作の漫画とのこうなんかアニメと漫画のこう融合みたいなのをすごく感じて、で私はあの個人的に新社がすごく好きだったので、自分の曲が流れてるんですけど、すごく本当になんかこう客観的にジーンと来てしまうような、こう見とれてしまうエンディングの映像だなという思いでした。はい、そうね、割と、うん、内容的にもそういう、こう終わり方をすることが多いから、はい、その後できらめく浜辺が流れると、なんかそれぞれの話数の終わり方によって見る方の受け止め方とか歌詞の浸透していき方がまた違うような気がします、ね、はい、そうですね、なんか自分自身でもあのすごくそれを感じますね。映像でも本当に綺麗でしょ。綺麗ですね、本当になんか3D の映像と引けを取らない本当美しさを、はい、本当ありがとうございますという感じです。ありがとうございます。もうお二人とも、うん、発売日はすぐですよね。このラジオが1日に配信になりますから、はいはいはい、あと5日もすれば、そうですね、はい、ね、発売日に同じですよね、ご一緒ですよね、はい、12月6日、はいはい、ありがとうございます。ぜひ楽しみですね、皆さんね、アニメともども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではここで短いですけど僕の長話に付き合っていただくのも申し訳ないんで、うんうんうん、ここ辺で解放して差し上げようかなと思うんですけど、何かアピールしておきたいこととか、これだけは言ってほしいとか、この曲のここは聞いてほしいとか、こんな思いで歌いましたとか、何でもいいですから、はい、最後に一言ずつアピールをしていただけますか。はい、はいはい、ゆりかです。今日は本当に、短い時間だったのですが楽しかったです。私自身もあの宝石の国という作品のファンで、ファン目線っていう気持ちを持ちながらも、少しでも皆さんが宝石の国の世界を楽しんで、より楽しんでいただけるように音楽で盛り上げていけたらなと思っております。ぜひ共鳴の波 CD チェックしてもらえたらなと思います。ありがとうございました。大原ゆい子です。今日本当に楽しかったです。ありがとうございます。鈴木圭一さん、あのムーンライダーズの鈴木圭一さんから、本当にとても素敵なきらめく浜辺という曲を歌わせていただきました。宝石の国、本当毎週楽しみに私も見ているので、これからもあのどんな風になっていくのかなと半目線で見ながら楽しんでいきたいと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。どうぞアニメの方もよろしくお願いします。見てくださいね。今日はゆりかさん、大原さん、お二人に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、金剛先生の質問箱のコーナーでした。お二人に来ていただきましたので、はい、ここで一曲、せっかくですからあの曲をかけてみたいと思います。伊さん、曲紹介をお願いします。はい、先ほどお話を伺いました、大原ゆい子さんが歌っています。アニメ宝石の国のエンディングテーマ曲、きらめく浜辺。幸せな時に目を覚まそう、朝に気づく
の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。ではここで番組からのお知らせです。テレビアニメ宝石の国は東京 MX、MBS、BS11、ATX にて毎週土曜日放送中。東京 MX では毎週木曜日に再放送もやっていますよ。続いて原作情報です。宝石の国原作コミックは8巻まで発売中。また市川春子先生の画集愛の歌唱、市川春子イラストレーションブック、また毎月25日発売のアフタヌーンにて宝石の国が連載中ですよ。そうなんですよ。はい、ねえ8巻ね、はい、8巻買ってしまいましたよ。怖いな。もうちょっとね、いろいろ衝撃が ね衝撃がありましたね、はい、皆さんもねぜひ買ってチェックしてください。はい、ください。この画集もね、はい、すごく綺麗。あ、そうなんですね。はい、そうです。ぜひお楽しみに。はい、今度は音楽情報です。テレビアニメ宝石の国オープニングテーマ、ゆりかさんの鏡面の波、12月6日発売です。もうすぐですよ。はい、もうすぐですよ。もうすぐ。そしてエンディングテーマ、大原ゆい子さんのきらめく浜辺も同じく12月6日水曜発売ですね。えもう今日さっきのね、はい、お二人の話を聞いたら、はい、皆さんぜひ買っていただきたいと思いますよ。ぜひフルで、はい、よろしくお願いします。はい、します。続いてブルーレイ &DVD の情報です。宝石の国第1巻は12月20日水曜日発売。初回生産限定特典は来年4月1日に開催の宝石の国朗読コンサート優先販売申し込み券、スペシャルサウンドトラック全編32ページのオリジナルアートワーク集ボリューム1、復刻版キャラクターカードチビキャラバージョンなどなどついてきますよ。皆さんぜひよろしくお願いします。それから現在紀ノ国屋書店西武渋谷店イベントスペースにて宝石の国展が開催中。原作コミックの複製原画やアニメ資料の展示を行っています。オリジナルグッズも販売中。12月4日月曜まで開催です。これね、うちのスタッフの構成の福本さんが行かれたらしいんですよ。はいはい、先ほどお土産までいただいちゃいました。そうなんです。今ちょうど、ね、手元にあるんですけれども、それチョコレートなんだけど、はい、アンタークのすごいシルバーで綺麗です、ね、そうなんです。ちょうど宝石の、ね、ダイヤの形がこうかたどられた箱にボックスに、ね、こうアンタークのキャラクターのシルが貼られて、なんかケーキを食べたそうで、はい、美味しかったっておっしゃってました。ぜひちょっと、ね、僕もね行きたいなと思ってるんですけど、はい、皆さんもぜひ雰囲気を味わいに行ってみてはいかがでしょう。はい、以上番組からのお知らせでした。さあ、そろそろ終わりの時間にしたいとね、はい、思うんですね。はい、体力的に僕の口の方も、限界かなと思うんで、今日はあのマリアちゃん、はい、アベマリアちゃんに伊勢マリアです、来ていただきましたけど、はい、ね、本当はね2人とも、最近知ったんですけども、もともとはあの芸術家の大学で、はい、先輩後輩ということ。そうなんですよ、はい、大学の私、ね、後輩でして、ジョージさんの、ね、はい、だから今日はね、
あの一生懸命面倒を見てくれました。いやとんでもないです。ついて行かせていただきました。ありがとうございます。あの楽しめました。あもうすっごい楽しかったです。はい、アンタークについて言いたいことも言えました。はい、言えました。心残りはありませんか。はい、大丈夫です。はい、では今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。では最後にラジオを聞いてくださっている皆さんにメッセージをお願いできますか。はい、私自身もですね本当にあの宝石の国そしてアンタークが大好きで、演じさせていただけて本当に光栄でした。そして何よりも反響のねあの放送後の反響の大きさに、もうびっくりしつつ本当に嬉しくて、それだけアンタークというキャラクターが皆さんから愛され、そしてこれからのね物語にとってもあのフォスにとってもずっと心の中に、ま、残っていく、ま、存在になれていたらなと思います。私自身も引き続き原作の方も読み続けていきたいと思いますし、アニメの方も一視聴者として楽しんでいけたらなと思っております。応援の方これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストアンタークスサイト役伊勢マリアさんでした。ありがとうございました。宝石の国ラジオ、金剛先生がお呼びです。終わりの時間になりました。いや今回もね伊勢マリアさん、そしてゆりかさん、大原ゆい子さん、美女3人トリオに囲まれて、私金剛先生ちょっと顔が赤いです。いやこんな幸せなラジオ番組をずっとやらせていただいていいんですかね。いいですよね。では皆さんのいいという、返事が聞こえたような気がするんで、皆さんもね、ぜひこれからも応援よろしくお願いしますよ。それにはねあのメール大事ですよ。はい、僕のトークだけじゃ持ちませんから、あの皆さんぜひ、先ほども言いましたけども、ゲストの皆さんへのメール、そして市川先生、スタッフの皆さん、疑問がありましたら送ってください。もしかしたら、もしかしたらお返事をいただけるかもしれません。どうぞよろしくお願いします。お待ちしています。では終わりにしたいと思います。お相手は中田ジョージでした。この番組は宝石の国製作委員会の提供でお送りしました。